では94回、スペインの衰退とオランダの繁栄というところで、あ,のあれだけ強かった太陽の沈まぬ国、スペインがいよいよおかしくなっていきます、原因は何かお金です、完全に。もう絶対王政はお金ないとだめだから、お金がないと常備軍の完了性を維持できませんので、お金がなくなることが衰退の要因ですが、この人、誰でしたっけフェリペ2世ですね。このスペペインをフェリペ2世、まあ、彼は非常に真面目な人ですけども このスペイン王フェリペ2世の時代にスペインは繁栄を遂げつつも衰退の兆しがですねはっきりと見えてくることになるわけです。今言った通りその原因はお金です。では何がそんなにお金にかかったのかというのをある年の財政を例えにしてですねちょっと見ていきたいと思いますのでこれはまあ補足なんていうのおまけみたいなもんですけど。 この細かかい金額とかは一切あの必要ありませんあそんな感じで使ってたんだなっていうのが分かれば結構ですが1574年のスペインの国庫財政ですねちょっとこれをですね収入と支出に分けて目安ですよ、えー、簡単に分けていこうと思うんですねでまず、えー、と収入は大きく2本の柱があります1つは スペインの絶対王政の官僚制度に支えられた徴税、これ、イギリスとかと比べても徴税制度しっかりしてるんで、大体ですね、600万の収入があります。600万っていうのは、当時の単位でいうと、これ、ドゥカートっていいまして、金貨です。金貨600万枚ですね。ただ、ちょうど年収で考えると分かりやすいかもしれないね。まあ、給料で稼ぐのが600万円ぐらいのイメージですね。ただしスペインは これ以外にもう一個収入ありますよね。うん、新大陸からの銀が。ありまして、これね、年によって全然違うんですけど。新大陸からの銀の収入が、まあ、たい百五十万から二百万ぐらい。ですよだ結構収入の二十パーぐらいから25、二十五パーぐらいは新大陸からのね、銀が占めてるということで。だいたい合計すると、七百五十万ぐらいの。ルカート、の収入があったんですね。 じゃあ、一方支出はどうかというと、まず税収六百万のうち、半分はもう使い道決まってます。何だと思う、これ。うん。そう、これ借金返済です。借金の返済で、まず税収の半分が持っていかれるという状態ですね。まあ、どっかの国の財政に非常に似てますけれども。ああ、これはね、民間が多いですね。うん。 国がが人からこう借りていいることが多いです、ね、大体ね5年先ぐらいまでの収入が全部差し押さえられてたっていうふうに言いますね。でプラス200万ドゥカートが行政費ですね官僚機構を維持するのに必要ですのでこれくらいが取られて税収が600万中500万ぐらいはもう固定費でこんだけ持っていかれます。 で残りが新大陸の収入を合わせても大体250万ですね。そのうち200万ルカーとは地中海における対オスマン帝国との戦争です。残りが50万ですね。でネーデルラントの独立運動の話を前回しましたけどこれイギリスが支援してるやつですね。対ネーデルランのの独立運動の鎮圧 これにかかった費用が370万ドゥカート。ん計算がおかしいぞとなりますよね。これいくらになんですよ合計すると1070万か千七十万ドゥカートの支出が合計するとあるとなると残りの足りない分の300万ドゥカートは借金でまた来年以降返していく。 これ借金返済してもプライマリーバランス一致してませんのでどん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 借金は雪だるましきに増えていって最後フェリピン2世の時代に実はスペインって財政破綻してるんですよ返せないですもうデフォルトあの借金返済不可能っていうことで破綻してるんですねで当時のスペインあの絶対補正っていうのは給料が払えなければ常備軍機能しませんのでこれによってスペインっていうのは徐々に実は力が落ちていくことになるんですねでこの中で 1え一個だけこう圧倒的に多いのがあるんですねねこれですよ、ね、タイネーデルランと何、こんな使ってんのっていう話になりますよねで。それが今回このオランダの繁栄というところと裏表になってつながっていくことになるわけです。ではちょっと括弧でね少しまとめていきましょうか、えー、だいたいスペインのね衰退の財政破綻の要因を3つに分けております。で 国が財政破綻する理由というのは、ね、もう世界史あるあるで、一つはもう完全に戦争なんです。戦戦争争が最もお金かかるんでですすねは例えばえと、どうやって書こうか、書くの埋め方としては、ネーデルラントの独立運動とオスマンとの地中海をめぐる争い、まあ、つまり軍事費ですね。 この戦争軍事費に圧倒的にお金がかかってるというのがまず一つですだって600万の税収があるのに570万は戦争で消えてんだから軍事費でほとんど使っちゃってるわけですからねそして2つ目こっちの収入とかも安定しなくなってきますよねなぜかえー、括弧に見てください1588年イギリスとの アルマダの海戦もしくはアルマダ戦争でスペインが誇る無敵艦隊がまさかの敗北を喫しましてイギリスに敗れるわけですね、まあ、映画で見た通りですこれによって大西洋の政界権を失いますので いわゆる海賊は野放し状態になりまして。スペイン船団がさらに襲われるという事態になりますし、貿易もやりづらくなるということです。これが二つ目。で意外にボディーブロイのように聞いてくるのが三つ目です。スペインのフェリペ二世というのは、もう狂信的なカトリックですね。カトリック以外は許さないという人ですから。そうすると、国内にですね、実は当時ユダヤ人とか。 エコンキスの前からいるイスラム教徒がいるんですよそいつらは追放しますちょっとこれ線引きましょう国内にいたユダヤ教教徒徒イスラム教徒を追放と。そこで皆さんに考えてほしいこれなんで財政スペイン経済おかしくなるのユダヤ教徒イスラム教徒を追放するのはなぜスペイン経済にダメージがあるんでしょう そうそうですね、イスラム教徒はお金儲けどうですかそうだねだって教祖のムハンマドが商人ですから問題ないよねつまりカトリックっていうのはお金儲けやっぱり好まないからあのユダヤ教徒なんかが金融業をやっているこれシェイクスピアの「ベニスの商人の世界」ですよねで、えー、それを追放してしまったら当然スペイン経済というのはもう骨抜き状態になっていくんですね。あのこのね銀が身体力から置かれてくるでしょ。 これがどこに行ったのかっていうのを研究した人がいてほとんどスペインをスルーしていくんですよスペイン国内でほぼ使われない大体借金返済かもしくは無敵艦隊とかの防具をね、他の国からいろいろ買うんですねだからほとんどねスペイン経済のためには使ってないんですよだからこの新体力の銀,銀をスペイン経済の何かこう産業の育成とかに使えばまだわかったんだけど全部戦争と借金返済に回してるので結果的にそれが致命傷になっていくんですね でもう一個ちょっとこれはおまけの質問だけど追放するでしょどこに逃げたと思うユダヤ教徒やイスラム教徒はどこに行ったでしょう多分ね思い出話をちょっと言った記憶があるんだよね。ここれ実はどこに逃げるかオスマン帝国なんですよで今日の入試問題に絡むよねオスマン帝国っていうのはユダヤ教徒とかの団体があってミンレット制ですよね。ミンレットっていうのがあるから信仰の自由維持されるじゃないですか。 俺がだからイスタンブールで留学中に病気になったときに耳がおかしくなって耳鼻科行ったときにあの病院の先生がユダヤ人だったんですよね。でそのユダヤ人の人は国籍がトルコだからおそらくこの時にスペインからこう逃れてきたイスタンブールに逃れてきてその子孫なんですよね。そういうところが話がありましてつながってくるわけです。2番目いってみましょうこのえ最大の費用がかかったこのネーデルラントの独立運動って一体何なのかと。 なぜ起こったのかというのをちょっとね前提としてお話をしていきたいと思いますじゃあですねえと2番目見てくださいオランダ独立戦争のところでえじゃあこのネーデルラントどういう地域なのかというのをね確認をしていきたいと思うんですがまあネーデルラントはあのルネサンスのところで1回ありましたけども現在の国でいうとこことここを合わせた地域まあプラスねこのちっちゃいルクセンブルクも含みますけどもえとこれどこですかネーデルラントの北がここの国どこですか ポーランドこっちですよ。ベルギーが、ベルギーこっち。南。北がオランダですね。大丈夫。オランダとベルギー、北のオランダ、南のベルギー、まあ、ルクセンブルク含みますが、これでネーデルラントなわけですね。で、とりわけ、この部分ですね、フランドル地方。このフランドル地方という地域がネーデルラントの中心ですよね。これはネーデルラントの南部。 ネーデルランラド南部の地域っていうのがほぼほぼフランドル地方です。若干フランスの北部含むんだけど、えー、とほぼほぼフランドル地方でして、フランドル地方って言ったら何で有名ですか毛織物でね。羊毛を原料とする毛織物工業ですね。毛織物業、毛織物工業。ちょっと教科書に従ってこう入れときますが、どちらでも結構です。工業がああ有名ですよねで。この毛織物工業を の原料とする今言ってくれましたけども羊毛がどこから来るのかというと、これ見てください、地理関係、非常に近いよね、イギリスから対岸のフランドル地方に羊毛が輸出されて、そのためにこう囲い込みが行われたりするわけですね、羊が人を食うというやつですよ。とりわけ、ですねあもう1個いこうか、さらに北の方はですねこの頃一応戦費とこうかな、北海バルト海における中継貿易で非常に栄えます。 北のネーデンラントの方は、これ造船業が実は非常に盛んで、あの世界で最も優秀な船を作るんですね。これ、はスペインの無敵艦隊の船,船の材料って、ほとんどここから買ってるんですよ。で、えー、こいつら何するかっていうとね、中世は、時期はね、例えばバルト海、ここね、バルト海とか北海のあたりで、あのニシンとか、そういう海産物をあき,なあきなってるんだけど、この15世紀の後半から16世紀ぐらいになるとですね、あるものを運ぶんですよ。 何を運ぶと思う。海産物がなくなってくるんですよ。あるものをね、このネーデルラントの商人は運ぶことでボロ儲けしてるんですね。まあ、東ヨーロッパから西ヨーロッパです。穀物。こん物うん、穀物、そうだね。当時どういう時代かっていうと、西ヨーロッパの方で人口が増え,増えますよね。増えるから、西ヨーロッパの増えた人口を支えるために、小麦とかの穀物を東ヨーロッパで作るんでね。これを農場領主制、グーツエルシャフトっていうわけですよ。 で作った穀物を誰が運ぶのかこれは実はネーデルランドの商品なんですねあのこの例えばベンゼのポーランドとかウクライナこれこも穀倉地帯ですとかあとプロイセンあたりのところで作られた小麦がです、ね、こう川を流れてです、ね、このように、ね、あのグラニスクっていう町が、まあ、ドイツ語で「ダンツヒ」っていうんだけど町があったりここの町の名前これはケーヌス・ベルクっていうんですけども。 えー、そういった町のところに運ばれた穀物が、えー、ネーデルランド商人によって西に運ばれてそこからこうヨーロッパ中に運ばれていくんですね。これででボロボーケをしていくわけですとりわけその最も中心的な町がどこかっていうと現在ベルギーですけどもフランドル地方のこの町ですねもうご存知の町ですねアントウェルペンという町がありまして、えー、ここにですね、えー、集約されていくんですね。 これだから新体力の銀も、ね、スペインを通過してアントゥルペンに来るし東ヨーロッパの穀物なんかもここに大量に運び込まれてきますつまり経済的にはネーデルナント場所狭いですけどめちゃくちゃ豊かなんですねこの地域が。でそこで、えー、ここはどうなったかというとここが15世紀の後半からはちょっとこれ線引いておきましょうかハプスブルックの領土になっています原因は何か戦争ではなくハプスブルックお得意の 結婚ですね。結婚の結果、ハスブドキルようになっているということになります。カール5世のあのおじいおばあちゃん、おばあちゃんがこの地域の出身なんですね。ちなみにさ、アントウェルペンを舞台にした超有名なこれは世界史でないんだけど、このアントウェルペンを舞台にしたフランドル地方の有名なこうアニメがあるんです。絵本というか、これあのフランダースの犬って知ってる？ 知ってますフランダースの犬って教会で,教会でそうそうそうでフランダースってこれはねあのフランドルの英語なんですよあの作者はイギリス人なんでそうなんですけどでそれの場所が実はねこれアントウェルペンが舞台なんですねこれ街前見せましたねこの写真ねアントウェルペンってこう駅で書いてありますけどであのワッフル食ったとか見せましたねあと何を食ったかフランドル行ったら何食べなきゃいけないですか フランドル名物2つありますよワッフルは1つありますけど、まあ、チョコレートも食べますよゴディバの端の地だからそして食事レストランではそれはウィーンですしかもガトーショコラじゃないからザッハートっていから <laughs> はいこれはこれムール貝これはうまいこれは食った方がいいよ占いをするのはトルココーヒーですね、はい、<laughs> 全部ぐちゃぐちゃなってる これムール貝、どうやって占いするんだよ、これで。<laughs> で、ムール貝と、あとフランドル地方に行ったら、もう1個食べ物があります。これは、えっと、これは私の妹の旦那です。妹の旦那がこの地域の方の出身なので、何かの肉をこう、羊じゃない、この地域名産、この地域に行ったら必ず食べたいあの肉、フランドル地方名物、アヒルじゃない、あこれ、うさぎですね。 うさぎの肉なんですよ。わからん。いっぱいいるんじゃないですかね。おいしいよ。あのね、食べたことあるうさぎ食べたことある人いますうさぎって。あの、ね、鶏肉にそっくりだね。うん。鶏肉にあのね、鶏肉がんじゃん。鶏肉がちょっと歯ごたえがあるようになったのがうさぎでしょ。鶏肉がさらにこうや柔らかい得るような味になったのがカエルカエルです、うん。カエルうまいね。うまい。カエルはうまい。 ということです。で、えっ、ー、と。そうだ、ちょっとね、こういうのもあるんですよ。えっ、ー、とね、あ、これフランダスースですね、これ。これがね、アントウェルペンの、これ私です。で、これルーベンスっていう人で、あの画家で。で、この教会、この教会が、アントウェルペンの教会で。えっ、ー、と、ここにね、ルーベンスっていう有名な画家、後で出てくるんですけど、書いたね、キリスト効果って絵があるんですよ。この絵の前が。 あの,えあの有名なアニメの最終回なんですねこの前でこういう絵なんですけど「ギースト効果」っていうあの最後、うん、天使が迎えに来て昇天するっていうシーンがあるんですねフランダースの犬あるんですよアニメでオープニングシーンちょっと見てみましょううるさい <laughs> どうしようどうしよううるさい でこの教会があのアントデルペンの教会さっき出てきた五種教式の教会ですねということですえっ、ー、と商業の発達したネーデルラントではこれ経済的に豊かってことはキリスト教ですよキリスト教だけど宗教的にはどんな連中が増えますかねカルバン派だよね当然商業が盛んってことは蓄財を肯定するこの連中が増えるのは間違いない何カルバン派ですよねでカルバン派のことを ネーデルラントでは別名で何ていうかというとネーデルラントでは「古事記」という意味でこれスペイン人が呼んだんですけど「ゴイセンと、ね」というふうに呼ばれていますでハプスブルク家がですねカール5世が引退した後にスペインのハプスブルクとオーストリアのハプスブルクに分かれるじゃないですかその時にねネーデルラントはあのスペインハプスブルクに属しますつまりフェリペ2世の領土になっちゃうんですねこの相性が悪かったですねちょっとね フェリペ2世の領土になってしまうということは、あの性格がここに波及することになるわけです。えつまり、16世紀後半、スペインのフェリペ2世は、カトリック以外許,許しませんから、カトリックをネーデルラントに強制するという政策を取るようになります。しかも、スペインは当時お金がない、経済的に豊かなネーデルラントから当然、税金を取る、そのダブルパンチですね、宗教政策と重税によって、ネーデルラントは反発するようになります。そこで、えー、反対。あ 反対をして指導者になったのがこの名前次回も重要になってくるんですけど、えー、オラニエコー・ウィレムという人でしてこのオラニエコー・ウィレムを中心に、えー、ネーデル・ラントがスペインに対する独立運動当然これイギリスの支援もありますを、えー、起こしていくこれをですねネーデル・ラント独立戦争と言わないんですねこれを えー、オランダ独立戦争というふうに呼んでいます。なんでかというとね、これまああの深い意味は本当はないんだけど、わかりやすく言えばネーデルラント全体が独立に成功してないんですよ、えー。つまりオランダと南のベルギーがある中で、北のオランダの方だけ実は独立をしていくんですね。えー、その関係でそういう名前で呼ばれているということです。じゃあ行きましょう。えっ、ー、と九十四回のところで、えー、オランダ独立戦争のところからね見ていきたいと思います。 ちなみにオラニエコー・ウィレムっていう人は、こんな人ですね。オラニエコー・ウィレム。若い,若い頃、オラニエコー・ウィレム、イケメンですよ。オラニエコー・ウィレムう。かっこよくないですか結構。そうでもないあんまタイプじゃないですか。あ、本当ですか。結構イケメンだと思いますよね。えー、ということで、この人が起こしていきます。で、今日はですね、プリントの下のところを見てください。そこに、えー、とオランダ独立戦争の経過を、 図解していきますのでこういう感じのやつを123456個書いてきますのでそれに合わせてちょっとね左下の方にスペースを取って書いていただければと思います。 えとこれどういう状況かっていうとですね実はネデルラントっていうのは今の国で紹介した通り北と南でちょっと違うんですねどう違うか北部7州と南部10州で実は宗教が違うんですね北部7州の方はどちらかというと カルバン派まあ五位戦ですねこれが多いのに対して南部10州は実はカトリックの方が多いんですねそこの違いがありますでそう考えた時にスペイン王フェリペ2世がカトリックをネーデルラントに押し付けるもちろん重税取られるのは北も南も嫌だと思うんですけど南の方が カトリックを押し付けられた時に何か困りますお前らカトリックになれってフィリップ2世が言った時にどうですか困らないよねだって最初からカトリックですから宗教の押し付けに関しては特に反発がないんですよでその結果実はですね激しいスペインの弾圧もあるんですけどスペイン領にとどまってスペイン領南ネーデルラントと。 いうことで独立戦争から離脱をしていきます、えー、一方北部の方はこれカルバン派が中心ですからカトリックを押し付けられると困ってしまうそこでどうするかというとサッカー好きな人は聞いたことあるかなオランダにですねユトレヒトっていう町があるんですね、えー、このユトレヒトで北部七州の同盟が結ばれてでその中心となった州が北部七州でもさらに北にある ホラント州という州がその中心的な役割を果たしていきます実はこのホラントという地名が後に、えー、このネーデルランドの北部を呼ぶ国名に黙ってなっていくということになるんですね。そして、えー、その後ですねどうなったかというと北部の方はその後ちょっと先走ってしまうネタバレになってしまうけど、えー、独立を達成してホラントから黙って何て呼ばれます オランダですね。その後ににオランダといいう国になっていきますちょっと難しいんですが細かい経過を言うと1581年に独立宣言その後も戦争が続いて1609年ですねにスペインとの休戦条約が結ばれてまあ事実上独立達成するのはこの時です。 1648年には正式独立をします。この辺は少し難し難いですけどねで一方で南部の方はですねスペイン領のままだったんですがその後18世紀になりましてオーストリア領に移ります。オーストリア領の南ネーデル。 ラントこれは1714年にこれもマーチレベルで難しいんだけどラッシュタット条約っていうほとんど入手じゃないよね見たことはありますこれで、えー、南部の方に移りますでこれがそこもじゃあこうギリギリこうくっつけよう一旦合併をする時期があったんですよこっから先は実は実 えもうテスト範囲外ですこの後の流れを一応補足するだけですのでその後ですねオランダ王国っていう状態になったことがあって1815年のウィ,ンウィーン会議の結果結ばれたウィーン議定書となんだけどこれまあ先です。旺、え、盛、ー、化して一回ちょっとねこう南北合併したこがあるんだけど結局すぐに分離して。 オランダと南の方がが何て国ですかベルギーですねだからオラ,オランダとベルギーって兄弟みたいな国ですねこ1830年か <laughs> という感じで分離をしていきますじゃあ過去の中で見ていきましょう、えー、ネーデルランドのうち比較的カトリックの多かった、はい、南部10州カトリックが多いですね 南部10州は独立を諦めてスペイン領にとどまっておりますで一方でこの南部10州はそのまま続いていって最後ベルギーでときましょう現在のベルギーの元ととなったというところで括弧を見てください一方でカルバン派5位戦が多かった北部7州は戦争を継続しいいですか ホラント州を中心にユトレヒト同盟を結成し独立戦争を戦い続けます。1581年の独立宣言1609年の休戦条約を経て事実上独立を達成していくということになるわけです。こうしして独立を達成したネーデルランラ北部が え正確には、ネーデルラント連邦共和国として独立を果たしていきます。ただ、今の図で、えー、ご説明した通り、ネーデルラント全域がこれ、独立してるわけじゃないですから、北部なんだよね。ですので、このことをわれわれは一般的にはオランダと呼んでいて、えー、オラこれ、オランダのことなんですね。ネーデルラント連邦共和国って私も言いません。もう基本的にはこれ以降、この地域をオランダというふうに呼んでいきます。 えー、首都はどこですかというと、もともとネーテルランドの中心地はどこですか、これはアントウェルペンですね。ただアントウェルペンが、ね、独立戦争のところでスペイン軍との焼き打ちにあってです、ねえー、崩壊状態になっていきます。ですので、そこから北部の方に中心地が移りまして、はい、分かる人、オランダの首都、どこですか、現在の。アントウェルペンからあのかなりの人は移住、移住するんだけどね、アムステルダムだね。 アムステルダムというところを首都にしていきます。これ以降ね、現在に至るまでアムステルダムが首都ですね。アントェルブは今でも首都じゃないね。あのベルギーの大都市ではありますけども。ということで、これあのアムステルダムの写真ですね。これね、運河がだからあるんですよ。あのフランダースの犬のアニメでも見ましたけど。これオランダってね、と、ネーデルラントっていう地名がまずそうなんだけど、これ、ね、低い土地って意味なんですよ。あの国土の四分の一が海面以下なんですよ。すんごい低いから、水が溜まりやすいでしょ なのでそれを排水する必要があるので運河とそれを排水するのにこう風車を使うんですね。だからオランダの象徴の風車っていうのは実は国の国土を維持するために必要なんですよね。だからオランダ人にねこういうセリフがあってこの世界は神が作ったがオランダをオランダ人が作ったっていうそういう話があるんですね。それくらいこの自分たちでこう町を作ってきたっていうのはそういう自負があるそうでしてでオランダのこう風車といえば もちろんここれれ思い出しますすよねね何風車に突っ込むあドンキホーテで,す、ねーテですね、だからねセルマンテスはそれを風刺したんじゃないかっていうふうに言われてますつまりスペインの騎士ドン・キホーテが風車に突っ込んで弾き飛ばされるっていうのを、えー、オランダが、えーまあ、スペインがオランダとの独立戦争でオランダの独立を許してしまったあそしてそれに財政的にはそれに負担を取られてしまったっていうことを 暗示ああしていいいるるんんじゃないかっていう,そう,いう話もあるんですけどねでこれ実はね対戦したことあるんですよスペインとオランダってワールドカップでこれ2010年ですね2010年に決勝がなんとスペイン対オランダを興奮したね <laughs> オランダ独立戦争だと思って興奮したんですけどなんとこれスペインが勝っち,ちゃったんですよ。で要するにこれ世の中の世界のニュースで何て言われたかっていうとドン・キホーテが風車をぶっ壊したっていう <laughs> ふうに言われるんだけど。 こういう対戦も実はあったということです今年ね今回も対戦するかどうかわかりませんが、えー、ということですでオランダ時代はこっちはオランダですねオランダってユニフォームがこの色なんですけどこれも実はちょっと関係があります、えー、現在のアムステルダムですねすごいでしょう。もう整ってるんだよね私もねアムステルダム行ったことあるんだけどそうオランダって男性の平均身長が185ぐらいあるんですよねすごいんですよ だから空港に行ったときにこう空港スキポール空港があったかなアムステルダムの空港に降りて私がエスカレーターに乗っていたら1個前の段にいるつついたおじいちゃんがこうやって行ったんですねそのおじいちゃんが上にいるお料理高いんですよ <laughs> 身長2メートルのおじいちゃんがいてでかいでトイレ行飛行機降りてトイレ行ったんですねトイレ行ったらちょっと申し訳ないけど届かないんですよ大人用のところが高すぎてすごいんですよね でそれでね行ったんですけど、ね、これ何で行ったかっていうとトルコに海水浴に行ったんですねエー界海で泳ごうって言ってトルコ側にあるエー界海で泳ぎに行ってで帰りに KLM オランダ航空で行ったからアムステルダムに3日ぐらいこうトランジットがあったんでじゃあオランダもちょっと見ていこうかなって言って行ったんですよ。でエー海だからもう短、ね、パンと T シャツと B3 かなんかでウェイっつってこう海に行ってでウキウキで帰って行ったらオランダ息が白かった。 めちゃくちゃ寒いんですよ、ねね、それで一気にかか寒いや北の方だからね、緯度が高いんですね寒くて速攻で風邪ひいて3日間ずっとホテルで寝てしまったので当時の写真が全然ないんですけどそういう思い出がございますねでなんでここからこの話をするかっていうとオランダ代表のユニフォームの色って何色オレンジよねなんで国旗はどういう色ですかオランダの国旗ってオレンジ入ってる入ってないですよねでもオレンジなの ならないですねこれなぜかというとちょっとこれ解説するとなぜかというとですねオランダの国旗って元々これじゃないんですこれになる前にもともとこういう色だったんですオレンジ色だったんですねそれが海で見づらいって言ってこの赤に変えて今に至るんですけどじゃあなんでそもそもオレンジなのかっていうとこれ実はねえっ、ー、とね、じゃあオランダ国家の一,一説を紹介しようかオランダ国家のサビの部分で オランダの国歌って世界で一番古いメロディーなんですよ。あの現存する国歌の中のメロディーで一番古いのがオランダ国歌なんです。で、そのサビの部分ですこれはね。で、これあのエンプリンセファンオラニエっていうのがオラニエコっていう意味なんですけど、オラニエコプリンセってこれあの C だと英語になるけどね。あのコって意味でファンってのは何何の出身っていう意味だからオランダ人ってファンなんとかって人多いでしょ。 ファンダイク、昔はファン・ペルシー、ファン・ニステルロイとかねいますけども、えー、とファン・ゴッホもそうですね。で、これ、オラニエって、これ、J を G に変えるとどういう意味オレンジだよね。だからオランダ語でね、オラニエっていうのは、オラニエっていうのはですね、これ、そのままオレンジの意味なんですね。だからオラニエ公っていうのは、オレンジ公っていう意味なんです。ですから、オラニエ家の紋章って、オレンジが入ってるんです。だからオレンジっていうのは、オランダにとって特別な色なんですね。 だからオレンジ色のユニフォームを着ているということなんですね。読み方はどんな感じだったかというとエン・プリンセファン・オラニエ、ベニキ・フライ・オン・フェル・フィールドっていうんですけど、えー、プリンスオラニエ公である私は、えー、何も恐れず自由であるみたいな意味でして、えー、最古の国家として知られています、えーと。これ実は現国王ですね。今のオランダ国王。オラニエ家ですよ、今も。うん、オラニエ公ウィレムのスソでしてオラニエ公ウィレム・アレクサンダーという。 名前でオレンジ色のやつですね。で、あの上皇陛下と。一緒に写ってますけども。あの。国王がね、これ副業があるの知ってます。副業があるんですよ。国王で。投資家じゃないです。農業じゃないです。超超意外。日本でもだって、例えばさ。えっ、ー、と。生物、生物の学者ですよね。確かね。超意外です。これ。違います。違います。 もう見せますね働いてるところ国王がパイロット<ー> <laughs> オランダ航空のパイロットなんですよだからあれだよねアナウンスとかする時にさ「本日は KLM オランダ航空なんとか便にご登場いただきまして誠にありがとうございます」今も働いてるの国王ですっていう <laughs> 本当に落ちたらどうするんだろうと思うんだけね、えー、でも本当に働いていてこれは今でもオラニエコウィレムの子孫に新しい人物なんですね。 えーとでは、かっこ線引いてほしいところあります。レーデルラント連邦協力、まあ、1609年に事実上独立してるんですが、正式承認、正式独立は1648年です。オランダの特徴としては、非常にやはり商売がうまい、えー、フランドル地方の毛織物、中継貿易ありますからね、特に1602年には、イギリスに遅れること2年、えー、東インド会社、 というのを設立しまして、やはり対外的な貿易に打って出る、まあ、オランダの一番得意な分野ですよね。で、この東インド会社っていうのはですね、これ、イギリスやフランスの東インド会社と比べても、実はものすごく強いんです。なんでかっていうと、資金力は全然違う。世界初の、実はこのオランダ東インド会社こそが、 世界初の株式会社なんですねですから、株を発行して大量に民間から資金を集めて、それをもとに商売を行っていく、しかも中継貿易時代からの造船技術がオランダはありますので、それによって膨大な富を手に入れていくんですね。で、あとね、ちょっとこれ、総計レベルなんですけど、西インド会社っていうのが実はあるんですね。これ西インドってどこかっていうと、これ、アメリカです。西インド諸島ってありましたけど、東インドはいわゆるアジア。 西インドってこれアメリカのことですのでご注意いただければと思います。ではどんなところに進出したのかまずここを聞きましょう。はいこれ何島ですかマレー半島ですねマラッカ海峡でねこれねスマトラ島ここにボルブドゥールがあるボルブドゥールがこれジャワ島だよね。 これはすぐ分からなきゃだめだよ。もう何度もジャワ島出てますから、えー、ジャワ島のバタビアというところを拠点にしていきます。で、バタビアっていう街は今ないんですけど、えー、とバタビアは現在のインドネシアの首都ですね、インドネシアの首都どこ ジャカルタそうだね。現在ジャカルタというのは、もともと東インド会社でえっ、ー、とこれちょっと1コースだからね。少し補足しておくと、えー、バタビアの場所はですね。ジャワ島の西部です。ボロブドゥールの場所が中部ですから、バタビアは西部の方なので、ちょっとそこの比較はあってもいいかもしれませんで、そこからですね。例えばマラッカとか。あとはこの辺のところのモルカ諸島とかインドの正論島なんかを。 えこれは各国埋めてください、えー、ポルトガルからね奪っていきますそしてその中で重要な対立が起こります1623年これは受験期には年号を覚えた方がいいですねモルッカ諸島の島があってアンボイナ島っていう島があるんだけどこれアンボイナっていう有名な貝がいるんだけどアンボイナ街っていう人が刺されたら殺され 出ちゃうようよな知らないそこで、アンボイナ事件というのがあるんですね。で、これ、どういう事件かっていうと、オランダとイギリスの対立なんですよ。オランダ東インド会社とイギリスの東インド会社が、 いわゆる東南アジアの香辛料の派遣をめぐって対立したのがこのアンボイナ事件なんですね。でこれどっちが勝つかっていうと当時資金力で圧倒するオランダがですねイギリスを倒してイギリスを東南アジアから排除していきます。でこの事件実はすごい大事で例えば1623年というのはどういう時期かっていうと日本で言ったら大阪夏の,の陣だったでしょ。あれが1615年ですその8年後です。 だかから徳川家康とかは秀忠そんんなな時期なんですねその後にに38年かな島原の乱っていうのがあって日本はこう鎖国になっていくんですけど鎖国の時にさヨーロッパの国来ますよねどこが来るオランダが来るよね長崎のどこに来るっけ出島,出島に来るよねなんでオランダなのイギリスに勝ってその通りなんですよ。これポルトガルを排除してスペインはイギリスに負けてますよね。 で、残ったオランダとイギリスが争って、オランダが勝って、イギリスを排除しているから。日本に来れるのがオランダなんです。だから、長崎の出島になぜオランダが来るのかというと、アンボイナ事件が実は。理由なんですね。そういう背景が実はあるんです。長崎の出島に来るのはイギリス人だったと思いますね。そういう事実があるんですね。この時ね。オランダの人がイギリス人捕まえて拷問にかけるんだけど。なんか。こう両手を。こう縛って。 あのこれ恐ろしい拷問ですよ。脇毛を火で炙るっていう <laughs> 拷問があったらしいんだけど、これめちゃくちゃ熱いんだって、脇って人間の体で最も皮膚が薄いから熱を感じやすいらしいんですよ。例えば想像してみ、あのこう脇を開いてそこにライターで火で炙ぶってという状態、こういうことがあったそうですね。はい、他に、そしてあ、ちなみにこれでね、あのイギリスどうするかっていうと、このイギリスは。 東南アジアから排除されるでしょで。拠点をインドに移すんですよ。これが当たったんだよね。インドに拠点を移したことで、むしろこうインドの支配というのは進んで。まあそこで栽培する。アヘンを中国に密輸してボロ儲けするわけですから。まあ実はこれ負けてよかったっていう説もあるんですよね。まあそういう事件があります。ええー、次でいきましょう。はい、ここどこですか。ここは。台湾ですね。 台湾を占領しますただし台湾については占領長く続きません台湾を占領してオランダそこにゼーランディア城というのを作ったんですけどある中国人に奪われてしまって、えー、台湾を失います誰が奪ったでしょう定成功,定成功そうですね。覚えてますか定成功 ここについては、帝成功に奪われて、えー、台湾の保持は、ね、長くできません。まあ、帝成功の死後にね、台湾自体は、えー、後期定の時代に併合されてきますので、えー、オランダの支配というのはそこは長く続きません。そして北アメリカ、北アメリカの方では、東海岸に進出しまして、そこを拠点にして、 こういう植民地を作っていきます、えー、どこかというとニューアムステルダムというところですねこれ当時のねニューアムステルダムの風景を描いた絵ですけどもアメリカに今ニューアムステルダムって町ありますない,ないですよねまあ、聞いたことないと思うんですよこれ実はね後にイギリスとの戦争に、えー、負けましてもっとア暗暴な時期よりも後なんですけどニューアムステルダム取られちゃうんですねで これ取られた後どうなるかというと、町の名前がよくねえなとてことになるんですよ。何かというとさ、ニューアムステルダムってったら思いっきりオランダの地名じゃないですか。じゃこれ、イギリスの地名に変えようってことになりまして、当時、イギリスの王族がいたんですけども、その名前を取ってです、ね、ニューアムステルダムじゃなくて、ニューヨーク、そうですね。ヨークという町から、ニューヨークっていう町の名前に変えて、現在に至ると。 ということになるわけですこれだからニューヨークの今の国旗の,あの周期ニューヨークシティか都市の旗ですけどこれ見るとニューヨークの旗ってオレンジ色入ってるんですよつまりオランダ色ですねそれが入ってるのは元オランダ領ってことを示してます海に近いから町に堤防かな,なか壁があったんですよ壁が壁でその壁がある場所は 現在ニューヨークになってどういう場所になっているんでしょう？壁英語でウォールといえばニューヨークでウォール街そうだよね。ニューヨークのウォール街ウォールストリートって言ったら世界の金融の中心ですよね。あのニューヨークの株式取引所が証券取引所があるところですよ。そこになってましてこのウォールっていうのはニューアムステルダム時代ニューアムステルダム時代に壁があったとことからあのそういうふうに言われているということです。あとはやはり残り五分しかない。 えっと南アフリカに進出してまあアジアに行くのに絶対希望法を通りますからね南ア,メリカ南アフリカのところで希望法の近くにケープタウンという町があるんですけどもそこを中心にケープ植民地というのを作っていきますラグビー好きな人っていますいないかさすがに好き 南アフリカ代表の名前とかかわるで、ね、南アフリカ代表の白人の人って名前がオランダ系の人が多いんですよ。ファン・なんとかとかデなんとかっていう人がすごく多くてでそれなぜかっていうとこれの時オランダ人が行ってるんですね。オランダ人がそこに渡って植民地に行っているのでだから現在もねあの南アフリカの白人ってオランダ系の人がすごくいるんですね。そういういとここににながっててておりまますこんな感じで、えー、世界中に進出をしていきましき えー、特にこのマーク、これ、日本で、えー、多分長崎の出島とかから運び出した東オランダ東インド会社製の陶磁器です。で、中にマークがついてますね、このマーク。このマークが、えー、V がフェレニーデ連合っていう意味ですね、フェレニーデオーストインディッシュ、東インドの、えー、コンパニー、コンパニーって英語のカンパニーですね、会社っていう意味ですね。 連合東インド会社っていう意味なんですけど、フェレニード・スト・インディッシュ・コンパニーっていう VOC のマーク、これがですね東インド会社のマークとして、これがついたものがもう世界中をこう回ったということなんですね。そして私の職員室で飲んでいるコーヒーのお皿、なんか VOC のマークが入っている、オランダ東インド会社製のカップ、あ今もない、解散してますけどね。 当では、やはりぴったりになってしまいましたね。ぴったりになってしまいましたので最後に絵の話をして終わりにしましょう。えー、このようにしてですね、えー、とオランダが非常に経済的に豊かになりますと、えー、市民がこうお金を持つようになりますその市民が芸術に今の陶磁器もそうですけども芸術にさまざまな、ねえー、こうお金を投資していくんですが。 彼の時代にですね有名な画家が一人おりまして、誰かと言いますと、代表作、夜景で知られ、光の画家と言われるオランダを代表する画家、レンブラント・ファン・レインという人です。将来の173ページ開いている人は、あそこにですね夜景の解説がでかでかと載っている、それぐらいスペースを取るぐらいの。 有名な作品オランダを代表する画家ですよねこれはフランスハルスという人が描いた17世紀初頭のオランダの絵です何のためにこの絵を描いたと思います比喩するためじゃない昔の絵って聖書のワンシーン描いたり神話を描いたり歴史的な場面を描いたりしていくんだけどこれってどれそうでもないんですよただオランダの市民を描いてるんですね普通に何のために描いたでしょうこの雰囲気でなんかわかんないですかこれポーズ取ってるんですよ つまり今そうそう,そうこれね記念写真なんですねあの集合写真を撮ってるんですよこれ集合写真を撮るんだけど写真がないからそれを絵に描いてもらってるだからみんなこれ顔の大きさ一緒でしょお金をみんな出し合って描いてもらってるから同じ大きさで描いてるんですよところがつまんないんですよそれじゃつまんないんでレンブランっどうしたかっていうとこれにストーリーをつけちゃってこういう風に描いてますでこれは光とね、えー、こう影の引用が素晴らしいんですけど これでどうなったかっていうと後ろに書かれた人が怒っちゃったんですね。同じ金払ったのになんで目立つやつは目立たないやつがいるんだとさらにこの少女これレンブラントがアクセントをつけたのに勝手に書いちゃったんだけどこれ誰だ,だ,だよっていう話になってレンブラント実際はこの絵ではすごい有名な作品なんだけどこの絵をきっかけに実は没落をしていくということになるんですねああとこれ一応真似したやつです <laughs> これすごいよね太鼓と。 すすすごいいい似てててるんんですけどこ、ね、この絵知っっます、うん、これはちょっとせんひいてくださいフェルメールという人ですねフェルメールはこのスカーフのこの色ですね、えー、これラピスラズリを使ったウルトラマリンという絵の具なんですけどそれでよく知られておりまして、まあ、ラピスラズリちょっと回そうと思ったんですがお時間がありませんのでこれで終わりにしようと思います。